メント来てた。ナチュラルメイクで儚い感じでいいですね。ナチュラルメイクの時の動画を見たいです。とのことありがとうございます。最近ナチュラル目にメイク変えました。ということで今日は最新のメイクをやっていきたいと思います。顔面3分クッキング始まるよってことで下地を塗っていきます。あ、茶番すいません。ファンで塗っていきます。スパチュラ苦手だったんですけど腕で練習したら上手になりました。結構綺麗に塗れました。次はいつも通りパウダー塗って眉描いていきます。眉尻は唇の端と目尻の端を結んだ延長線上に描くといいらしいです。アイシャドウは大好きなパーフェクトダイアリー。薄い色からグラデになる感じに適当に塗っていきます。アイラインを引くような感覚で茶色を塗っていきます。薄く地雷ラインも引きます。ビューラーはいつも通り炙っていきます。熱くないんですかって聞かれたんですけど指で確認してから使ってください。次はマスカラ、束になれ束になれって感じで塗っていきます。ピンセットでまとめて束にしていきます。アイラインは目尻からちょっとはみ出すように描いていきます。涙袋にはコンシーラーを塗って涙袋ペンシルでぷっくりさせます。最近はアイシャドウで涙袋の影を描くのにハマっています。黒目の下にはキラキララメを、鼻筋にはハイライト、そしてノーズシャドウ。ノーズシャドウってぼかすのめちゃくちゃ楽しいですよね。チークをポンポン塗って、みんな大好きなリップ、写してないけど指でちゃんとぼかしてます。はい、できました。どうでしょうか。いつも通り辛辣なコメントお待ちしています。バイバイ。